こんにちは。車好きの皆様、洗車にこと書かない、そんな2024年にすると思います。で、TikTok でね、ずいぶん長い間、このコーティング剤の広告が出てくるんですよ。それが今ご覧いただいているこれなんですけども、通常価格9960円のところ、なんとね、この TikTok で買うと 50% オフで4980円で買えるそうなんですよ。しかもこれ、なんか2本買ったり3本買ったりすると、さらに半額みたいな感じで、むちゃくちゃ得だなぁと思ってね、これついついね買おうとしたんですよね。でもやっぱり私のことですから、このクイックコーティング剤っていうやつで検索してみたんですよ。でね、その前にこの TikTok で出てくる広告、商品名がわからなければ検索のしようがないんで商品名探したんですけども、なかなかわかんなかったんですよね。ですんで、クイックコーティング剤だろうなぁと思って適当に検索してみた結果、こんなんが出てきました。ご覧ください。はい。クイックコーティングスプレー口コミってやつで、口コミってのはね、サジェストで出てきたんですけども、気にせずにクリックするとこんな感じになりました。こちらです。見てください。全く同じものですよね。 Amazon で1459円、つまりさっきの半額で4980円ですよっていうのの3分の1の価格で Amazon で気軽に買えるんですよ。こんな TikTok なんて使わなくてもね。大ぼったくりされるとこでしたね。さらにAliExpressっていう、まあここはあんまり信用しちゃいけないところだと思いますけども、ここで買うと100円とか400円でしょ。でこちら同じ Amazon でクイックコートカーワックスってのありますよね。おそらくこれはこういった格安サイトで買ったやつを再出品している個人業者の方だと思いますけどもね。まあこんな形であらゆるところで利材を引っこ抜いていこうとする、まあ業者さんがいらっしゃるんですよ。でも一番最初のTikTok の広告で4980円でも私はね、結構お得だなと思いましたから、別にこの商売批判してるわけではありません。価値を感じてそれに払う対価だなと思ったら、別にそれが適正価格ですからね。ただ私みたいにこうやっていちいち検索して、本当にあの価格なのかなとか、元売りはどこなんだろうなとかね、アフィリエイトの仕組みを知ってる側からすると、当然仕入れ先から買いたいわけじゃないですか。ですんで仕入れ先を探そうと思ったら、仕入れ先は分からなかったんだけども、でもこうやって値段にばらつきがあるなっていうようなことが今回ね、放送でお知らせしたいことでした。皆様ご用心ください。TikTok などの広告で出てくるものっていうのは、このようにね、利材を3段階にも4段階にもかませてる場合が多いです。それでは。ちなみに私はですけども、Amazon でなんか2個買うとね、1499円なんだって。これを買うことにしました。一つで1299円、1099円ってありますけども、二つで1499円ですね。多分四つを買うとね、一個あたり1099円になるっていう計算なんでしょうね。ちょっとよくわかりませんけど、まあこの二個セットを買えばいいんじゃないですか。これだったらね、もしあまり効き目がなくても、1500円ぐらいだったら、まあ、泣けば済む話なんで。それじゃあ今回は以上です。